これをさ、あ、投げれねえし落ちた。あの辺は、ん？敵いないのか？いないっぽい。うん、おらんねん。なんでだ？破壊するよ。よいしょ。はい。なにこれ？あ、ビリビリフルーツ。よいしょ。そしてこっちも破壊します。うん、危ねえ。自分も吹っ飛ぶとこやった。いちご、雪の降る寒い地方で実るフルーツ。甘酸っぱい味が特徴で、特別な効果はないが料理にもよく使われる。いちごっていうよりなんかちょっとライチっぽい感じやけど、これが反応しうるわけではないんか別に。うん、でまあ見るからにって感じの場所やもんねこれ。待って待って、壊せてない壊せてないから普通にこれぶつけざまに、はっ、よし、オッケー。ここらの音ならんくなったね。お、もしやこの中はお宝が。いい感じなんじゃないかい。え、なになに、全然なんすけど。これ、え、なんなの、この黒い岩しかできんのかな、もしや。あれ？え、特に何もできないとかそんなことないよね。ここに仕掛けて、あ、なんか中入ってったけど。ちょっとずつ崩すしかないの？あ、宝箱あった。ちょ、抜いて抜いて邪魔。あ、開ける？ほい。あ、めっちゃ光り輝いとるやん。絶対これ価値高いね。この辺とか別に何もないんかな。こっち、これ別に壊せそうな感じではないんか。特に動かんね他は。トパーズぐらいかな。うんうん、なるほど。どの方向に走って、なんだ今の。うわ、びっくりした、お前か。おーい、こっちこっち。何、気づかずにどこ行ってんのよ。あ、頭頭、はい。骨は倒すの超簡単よね。はいはいはい。んで、どの辺に行けばここらの音が鳴るんだ。あの上かな、塔あるもんね、あっこ。ほこらほこら、全然何もないし何もならないんよね。あんなにさっきまで鳴りよったんやけどな。とりあえずこっちの方向向いて、お、鳴り出した。こっちの方向か。この上とかかな？この崖の上？この崖の上か。普通にここ通り抜けていく感じかな。お、近いか近いか？ん？あれはなんだ？別になんでもないんか。え？なんか倒る。これなんか動き出しそうじゃない？違うんかな？あ、岩ロックとかじゃないんか別に。なんかこの木変じゃない？何がどう変って言われたらちょっとわからんけど、なんとなく。あれ？音が消えた。ん？あっち側になんかゴブリンたちの巣があるじゃないの。おーい、君たち。おーい。お、なんか勢ぞろいだねみんな。ちょ待って、武器が壊れた、武器が壊れた。はい。よい
ヘイ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 。おお、お亡くなりに。久々じゃね、ボッコボコになって死ぬの。リトライ。ん、ここはどこ？あ、ここか。んで、こっち側になんか敵の集落みたいなあったよね。さあ、向かっていくぜ。とりあえず上に上がろうかな。殴りかかってきてんじゃねえよ。いていていてい。あー、トゲボココンボ壊れた。次は、はい、トゲボココンボ。はい。キースも一発。なんだ、キースいっぱいいるな。羽を落としたの。なんだてめえ。ちょ、待って待って待って。待って待って待って。そっちの上。次そっちの上登ってっから待ってろ。ちょっちょっちょい。へいへい。弓矢のやつちょっと邪魔やもんね。これであとは。はい。はいっていうか。ほい。んで、ちょっと強めの武器にしとこうかな。無心の体験。降臨の槍ぐらいでいっか。へいへいへい。そして回復。今の私には回復アイテムがいっぱいあるんだよ。し。黒いやつを先にやっつけた方が絶対いいよね、これ。ね、そう思わん？よし、来い来い来い。やっつけてやるよ、お前ら。し。さあさあさあ。まあ、周りのこの弱いやつらを。おお、びっくりした。何事かと思った一瞬。超必殺技出る、私って思ったわ。また赤き月の時が来ます。待って、私今これやっつけよるとこなんやけど、すでに復活するとかいうことないよね。え、この最中の場合はどうなるんすかね。復活するんでしょうか。困るよ、それ。え、復活してる。復活してる、ふざけんなし。マジふざけんなし。赤き月の時終わったじゃん、ほら。見えてる？赤き月の時終わったよ。ほら、さっきやっつけたキースとかさ、復活しやがって。ほら、上にいる、降臨の槍壊れた。じゃあもうお前トゲボココンボでも十分だろ。ほら、上にいる弓矢のやつまで復活してるし。でももうあんたら二人だけでしょ。へいへい。もうあんたらだけならトゲボココンボで十分だからね。お前だけだよ、もう。はい、オッケー。いやー、素晴らしいね。成長した。さあ、これで、その辺の残骸をいろいろと拾っていこうかな。弓。矢は落ちてないのか、矢は。ないなぁ。お、竜骨ボココンボ。コンボに化石の骨を組み合わせた強力な武器。ボコブリの中でも特に屈強な個体のみが持っているとされている。おぉ。屈強の個体やっつけたよ。竜骨ボコ盾。化石の骨を縁に取り付けて補強されたボコ盾。敵の攻撃を受ける性能は改良されているが、作りは相変わらず雑で耐久性はそれほど高くない。ふんふん。これすごくない？竜骨モリブリン、うっ、強っ！モリブリンバット。太古の獣の骨を取り付けたモリブリンバット。斧のように先端に重心がある作りになっており、これを扱えるモリブリンは戦い慣れていて危険。え、絶対いいやん。ちょっとトゲボココンボとか持っとる場合じゃないけん、私。はい。いいねー。この辺多分、ほら、矢落ちとるよ。あとは？あ、キースの羽か、これ。竜骨モリブリンバット、トゲモリブリン槍。ちょ、待ってね。この辺のトゲボココンボをまたちょっとこれ捨てといて。はい。あとは？もう大丈夫かな。やばいね、こんな武器使いよん、今。いやー、そりゃー強いわー。
そりゃ強いわ、みんなちょっと。ビビる。やっつけたけど。へへ。んで、さあ、もらっていきますね、これ。はい。騎士の盾、やった。ああ、ポーチに入らねえ。ちょっと待って、40って書いとったよね、今。ということは、盾。これいらんやろ。トゲボコ盾。何しに？何しに持っとん、それ。はい、騎士の盾ゲットー。よし。さあ、向かおうかな。どこでなってんだ、これ。この上。どこだ？謎。この辺なんかキノコいっぱい生えとる。ビリビリだけ。この辺ちょっと登ってみよっか。こっちの方向やんね、多分。あれか？あ、これじゃない？あ、これや、これ。やった、あった。たどり着いては地のようの祠。ん？あれなんか敵おる？なにこれ、狼やないん。やった、上家物肉ゲット。ね、そこの狼もちょっと。くそ。逃げられたか。なに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 ？うお、びっくりした、お前。あ、しかも、弓持ってんじゃん。なんかすごい勢いで体落ちてったよ、君。ちょっと素材は？下に全部落ちてったのか。じゃあもういいかな。ほい、地の用の祠やっけ？さあ、挑んでいこうじゃないの。塔もいっぱい見えとるけん、登っていきたいんやけどね。いまいちたどり着かない。ほい、来た。あ、パズル系か？ぽいよね。祠を訪れし者よ。我は地のよう。女神ハイリアンナに置き、試練を与えよう。なんか転がりよりよ。生と道の選択。生と道の選択。なんかここ開きそうなとこあるけど。ま、とりあえずなんかせんと開かんってことよね。あっち側には別に扉はないんか。あっこだけか。お、あそこに入れればいいんか。え、あっこに入れれば。生と道の。ちょっと待って。これあっち側に行くことは不可能なんだな。あ、あーくそ、あー行けんか。ちょっと行けるかなーって思ったんやけど、行けんか。生と道ってことはさ、多分これ、あれやろ。ビタロックやろ。あ、これ何？下もできるん？へぇ。これでどうやればいいんやろ。特に何にも、あっち側に押し出さんといかんってことなんよね、こっから。ということで。はい、止めた。止めてどうすればいいんだ、これを。全くわからんのやけど、とりあえず向こう側渡りたいよね。とりあえず向こう側渡りたいよね。あ、でもこれ、弓でもそんなにいけるんかな。とりあえず止めるやんか。違う違う。弓。は、あ、簡単にいけるんや、これ。へぇ。あのボールってそんな簡単、そんな軽いんやね。へぇ、やった、行った。んで？敵とかおる？うわ、敵おるやん、なんか。なんか普通にいっぱいおるやん。あれも、ん？あそこにもなんか弾入れるとこあるね。あ、マ
マジかよ。ちょい待って、じゃああんたら戦いたいわけじゃないんだけどさ、あーやめてやめて、別に戦いたいわけではないんやけどさ、うちょやめよう。頭を狙えばきっともうちょっといけると思うんやけど、もう一回、あ、流れてきた流れてきた、あれ別の敵じゃないよね、一緒やろ、あ、いや、いやでも、ちょ待って怖いわ。はい、ほんでちょっとここビタロックで、はい止めます、止めての、ちょ待って向こうからなんか流れてきよりよ、また行けたか行けたか、行った行った行った、やめてって、どこが開くの、どこが、あそこ、待って逃げます、私ちょっと待って、弓矢がさ持たないんだ、もう、おう危ねえ、何あれ水、うちがビームが出んか、敵ではないね、あここに弾があるよ、えここに弾があって、あの弾を何、どこに持ってくのあれ、ふんふん、なんか岩が、あの岩は別に破壊されんのか、え、なに、なにあ、あっち側に持っていけってことかな、ということは、この弾を持ちまして、一旦置くね、一旦置いてビタロックで止めます、あ、やべえ、落とす、あそこが岩で封鎖されとる間に通れってことや、これってさ普通の状態で行くとしたら、あー流される、だいぶ流されるんやな、やばいねそれやばいねそれ、ということはとりあえずこの辺一旦止めといて、あ待って、これ置いた投げた方がいいんかな、これ一旦あそこに避難できたらいいんやけど、むず、あ宝箱流れおるやん、めっちゃ欲しいんですけど宝箱めっちゃ欲しいんですけど宝箱、これで、あいかん、落ちた、はい戻ってくるね、こっからオッケー、分かるよ、ね、そこに戻ってくるなっていうのは分かるよ、とりあえずこれで、待ってよ、あそこ多分中間、まあ中間地点よね多分じゃなくてあの宝箱も取りたいんやけど、多分今のうちやこれ、あ待って、落ちた、はいこれをあっちまで一気にできんかな無理よね、これでまあはい止めます、止めれてないから、あの向こうの岩との兼ね合いもあるけん、今だ、どうすればいい、どうすればいい、いけないって、これをさ、あーな投げれねえし落ちたー、やばいな、あ、え、これさ、あの機械の方とかも止まるようになってる、岩も止めれる、なるほど、ビタロックがさ、なんかいろいろと一気に使えるんやったらあれなんやけど、どう進めばいいかなむず、え、難しくね、宝箱とかめっちゃ下落ちよりやんめっちゃ下落ち、あれも止めれるんかな、あすげえ止めれる、止めれるけど、くそ、これ端っこの部分ちょっといけるんかなって思ったのに、ダメだなダメだな、何どうやっていけばいいんだ
どれもこれも止めて進めるっていうことはできんのよね。え、難しくね？普通に難しくね？とりあえず、やっぱこっち？やっぱこっちか。んで、あ、これ投げ、そう、投げて。進め、私。ちょ、待って。ダメじゃん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。